佐藤拓磨が、インディ500、日本人初 V、8度目挑戦で、インディ500、28日、ベイインディアナポリス、インディアナポリス、モータースピードウェイ、世界三大レースの、一つと言われる、米国伝統の、自動車レース、第101回、インディアナポリス、500マイル、インディ500、は、決勝が行われ、元 F1 ドライバーの、佐藤拓磨、40、ホンダ、が、日本人初優勝を、果たした。インディ500は、1911年に、第1回大会が開催され、他の3大レース、F1 シリーズの、モナコ、グランプリ、耐久レースの、ルマン24時間と並び、世界最高峰と、称される、予選4番手の佐藤は、自己最高の、2列目からスタート、積極的にレースを進め、残り5周でトップに立ち、ゴールした。これまでの、日本勢の最高順位は、2003年に、高木虎之介がマークした、5位。佐藤は10年から、インディカーシリーズに、参戦し、インディ500には、今回が8度目の出場。13年には、米カリフォルニア州、ロングビーチで行われた、第3戦で、シリーズ初優勝を果たした。F1 シリーズでは、04年の米国グランプリで、日本人最高タイの、3位をマークしている。関連記事、佐藤拓磨が快挙 V、現実じゃない気する。一問一答。インディ500。28日。ベイインディアナポリス。インディアナポリス。モータースピードウェイ。元 F1 ドライバーの。佐藤拓磨、40。ホンダ、が。日本人初優勝を。果たした。佐藤は。勝者の飲む牛乳で。びしょ濡れになりながら、世界三大レースの一角を制した喜びを話した。今の気持ちは信じられない。嬉しいし、ちょっと現実じゃない気もする。チームメイトと一緒にマシンを作り上げて最高の結果になった。アンドレッティのチームとホンダは素晴らしい仕事をした。最後まで目の、離せない熱戦だった。クリーンで美しい、レースができた。エリオ・カストロネベスは、常に、フェアプレーをする、紳士だ。彼にはいつも、警戒が必要で、インディ500で、勝利経験もある。最後の数周は、凄まじい展開だったが、ああいう瞬間を待っていた。日本のファンにも朗報となった。この勝利はとてつもなく大きい。日本でどういう風に捉えられるのか想像がつかない。遠く日本から観戦にいらした方もいる。彼らに素晴らしい結果を見せることができたし、チーム全員で成し遂げた勝利を誇りに思う。東日本大震災で苦しい思いをしている方にも喜んでもらえるといい。